よいしょ。はあ、鼻かゆ。久しぶりですね。こいつとなんだろう、顔を合わせるのは。何ヶ月ぶりだ？1年は経っちゃったのかな、このゲームやってから。調べよう。以前やったのが8ヶ月前と。懐かしいね。で、今日は、ね、まあいろんな人がやってるであろう。パオンって。はい。パオンって何？パオンってなんすか？ゾウの足かい。じゃあやります。なんかこのホラーゲームをやるって感覚が懐かしい。おーい。あ？なんかこの SCP 財団みたいな、なんだこれ。前作はあれだよね。廃墟っぽいところからスタートしたけど、今回は施設だね。ちょっと待って、こんな綺麗な施設でさ、俺を怖がらせるって、よほ、人もいるし、普通にヒューマンがいるけど、なんで？なんで人間がいんの？切れそう。俺はなんだろう、ここの職員みたいな感じなのかな？うわ、ブラックソウ。俺何すればいいんだ、これ。まあ、とりあえず多分、社員って手でやるか、俺も。なんかの研究。おっと、これはもう、噂に聞くあれじゃないですか。これ完全に聞いたまやん。モザイク、意味あんのかこれ。なんで？ちょ、うるさいうるさい。決めは最小限に抑えて。俺怖いから。なんで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 、おかしくない展開。なんだこれ。マジ反復横跳び。ホラーゲーム定番ね。なぜか、懐中電灯が律儀に用意されてる。ん？立花家、一体これはどういうことだ。なんでよ、回復するんかい。ラスボスまで電気つかないと思ってた。人いるからね。それは回復するよな、そりゃ。なんであかね。おい、新手のいじめか、これは。ちょ、笑えない。開けて、ガチで開けてって。ちょ、笑えんって。全く笑えんけど、俺はピザが好きだ。トマトケチャップでカーリング。どこ行った？俺だけ助かったの。やった。あんまり、停電が復興しましたね。ピエンがさっきからこういういじめをやってるのは分かってる。俺だけ残して、あえてこうやって俺がビビる様子を、なんだろう、安全な、無理。俺の方が無理です。何自分の方が辛いみたいな言い方してんの。しかもちょっと余裕ありそうな無理言ってる。おーい、俺を試してるな、ピエン。後ろ見て、キャーって展開に持っていきたいんだろ。絶対なんねえから。光を当てて心の中でピエンと何度も唱えると、ピエ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 ンと。なるほど、わからん。あー、これあれか。全く心ない。なに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 、来てる、もう来てる、もう来てます。うるさいうるさいうるさい。アンシャントロマン並みに不快な BGM ですね。あー、もうケツ。ケツめっちゃ見せつけてくるじゃん。ケツのなんか柵が上がってない？上がってるよね、ケツの柵が。うわー、引っ張ってる。待って、なになになに、パオン要素、その胸の入れ墨、すごい急でピエぶっ飛んできたけど今。これダンス RK もしかして。なになになに、ライトないよ。懐中電灯募集されたんだけど。俺の人生で一番大事なものが奪われた。はい、ちょっと予想はしてたよ。予想はしてたけど、おお。はいはい、足元見てと。あ、まあこれあるんだね。わかったわかったわかった。移動できる。移動できるぞこれ。あ、でも出れないんだ。連鎖反応みたいな。人間の二重螺旋構造が全部ピエンになるとああなるんだね。あ、ちょっと待って待って、聞いてたらあれだ、バッテリー減っちゃうなこれ。おうおう、神曲だ。いい曲だね。ダンスめっちゃ腹立つけど歌ってる人すごい。これは美声。うわー、リズム天国しちゃおっかな。相変わらずもっこりしてんな。立ってます。ピエンって股間蹴ったら痛がんのかな。さすがにピエンと言うでもさ、股間蹴られたらさ、あの不動明王像みたいな顔になるのかね。ちょっと探索しよう。ちょっとこれ結局何の研究してたんだこれ。ピエンの研究をしてたんだろうけど、結局なんか野獣先輩みたいな人いるけど。めっちゃ似てんだけど。あ、これパオン。おうおう、なんだピエン、ベラ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 ベ
あーこれあれでしょ、どうせ祈るんでしょ、ピエンを。はい、うるさいね、砂嵐はうるさい、本当にこれ定義ね、日本。いやー、ちょ、めっちゃマッチョだし、走り方がマッチョ特有の走り方なんだけど。あー懐かしいですね、印を8個消すと、スレンダーマンですね。筋肉もりもり、マッチョマンの変態には捕まんないように行きましょうね。オッケー。なんでやねん。あ、俺結構ね、結構あれだよ、あの勇気ある男だからさ、結構ピエンが来た方向にも行っちゃう。なんで。いやー、やめろー、こっち来んな。何お前、チェックニャンクニャンじゃねえか、レバブス。あの結局俺パオンが何なのかいまいち分かんないっす。結局パオンって意味あれなの、筋肉もりもりマッチョマンの変態ってこと。パオンになってとりあえずピエンがめちゃめちゃこの日のために筋トレしてたってのは伝わってきた。なんでよ。いや、歌が神曲すぎて、うわ、逃げられるかこれは。え、待って、これやばいんじゃない、ミスだよこれ。きたー、8個集めよう。まださ、この8個はまだ何章じゃないんだよ。多分ね、前作通りだったら、はい、もう怖くないです。次出てきたら、バベルで頭引っ叩くわ。いやー、結構なんだろう、俺もう20枚ぐらい取ったつもりでは、全然まだ3個しか取ってねえ。この部屋の中、これ行ってないでしょ、こっち。えいまかまかめいまかい。あ、これは見覚えのある景色ですね。人は死んだら多分ここに来ると思う。めっちゃ見るね。どっちから見る。あれ、何も来ないぞ。あれあれ、え、上アンパンマンの定義、ルート事情。あれ、これはいつぞやの、だいぶお世話になったパオン、あれじゃない。あ、懐かしい。あ、いや、かっこよ。なんでここで申し訳程度の増要素が。え、ってことはあれか、これ見つかったら負けない、結構、新手の、プロ、やばい、マジ、今ので見つかんの。いいぞ、どんどん泣け。いいよ、あと1個じゃない。え、普通にいけそう。足早くなってる。バサビマロー先生、やめろってー。その音楽は神曲でもなんでもねえ。マジで来んな。来んじゃねえ。おー、なるほど。何やってんのあれ。孫孫悟空。やべえ、余裕ぶっこきすぎたかこれ。え、何やってんのこいつ、さっきから。あれ、あったあいー、うびっくりした。おい、ピエン超えるぞ。おい、じゃあ超えるぞ、ピエンを。パオンになるぞ。よっしゃ、俺もマッチョマンになる。もうガリガリを払拭したい、俺のね、あのか、うわ、いや、ちょっとこれはドン引きだわ。みたいって思うて、超人さん番長もいつもずんぼん。みんなこっち、みんなすいません、同僚さん。おおおおおお、来た。え、何お前ら、どういう立ち位置それ。顔見えねえし。いや、黒光どうなってんの。あ、顔 NG っすか。何お前ら、やったったでみたいな感じしてるけど、全部俺しかやってないんですけど。でもまあやったね、一切見てくれない俺のこと。お、これ転がるぞ、この球、この顔か、転がるぞこれ、楽しい。めっちゃ楽しいんだけど。いやー、いいねこれ、無限に転がせるな。これがあれか、ふん転がしの気持ちかな。楽しい。あれ、これ本編か。